OK です。やったーやったーやりました、カズさん。やりましたね。やりました、ありがとうございます。今ね、あの浦和レッズ戦の試合の後、そうですね、驚きの帰りにそのままペコ来ました。ペコペコリーノに来て、いや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 、星6つ目です。ついちゃうね、6つ目。いや嬉しいですね、リーグ連覇ありがとうございます。いや、ちょっとテンション上がってますよっていうので、今日ね、ちょっとペコペコリーノね、せっかく弟の、なんか義理の弟の店だし、せっかく星ね、6つつくから、ちょっとお願いしようかなと思って。何をセール的な、優勝セール的な、そう、優勝記念の、ちょっとなんか安くしてくださいみたいな。そう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 、やってみます、行きます。そう、でね、ちょっと来てみたのよ。行くよ、うん、レイレイ、おめでとうイエーイ、やっせっせっせ、やりましたね、やったね、オーナーさん、やったね。これで星6つです。おめでとう。やだっす。見てた見てた、え、見てた見てた。どうだった、優勝した瞬間。分かんなかったのか。最初は分かんなくて、あ、引き分けかと思ってそうよね、引き分けね。そうだね、見てて。でもそう、すぐでもなんかハイタッチした後、なんかみんな喜び始めた。いや、来ましたよ。いい、現地行きたかったな。現地やばかったねお兄さん泣いてた、あれ泣いてたのこうやってたからいや、すごいよ、マジで。いやでも、まあ優勝はね、うん、決まるだろうと思ってたけど。あ、じゃこれ持ってもらって、すみません。今日決まって。ね、今日決まると思わなかった、ね、俺も、本当に。だけど、ね、やっぱり優勝したってことで、セール的な、優勝的な、セール的な優勝セール感じのことがやります、やります、イエーイ。しかも、はい、ペッコさ、何周年よ。ペッコは、今月の18で、うん、6周年ってことはよ、一緒なのよ、星の数と確かに、フロンターレ共に歩んできてますよ、ね、ペッコもってことで、はい、やりませんか、優勝セール。優勝セールやりましょう。やったてか、でも優勝戦やりましょうって言ってもね、どういう風にやるかですよ。確かに、何をやる。これどういう、ペあのペッコに来てポチャフロを見たって言ってくれた人に、あ、まあ、ポチャフロ限定で。ポチャフロ限定どう。あ、全然全然。ポチャフロ限定で、まあ、ステッカーでもいいし、あのなんか、うん、フォローしてるよみたいな感じでもいいし、あ、まあ、見たよって、そう、見たよでもいいし、うらぎさん滑ってたねでもいいしだから情報、そうそうそう、いや、何でもなんかいただければ。そうだね。いや、そう、でもポチャフロ見ましたで全然いいと思う。お、マジ。何する。まあでも一番分かりやすく、うん、まあドリンク半額とか、おー、まあ一杯だけとか。あ、いや、もう何杯でもそれはもうお祝いで。ハウス、あ、ワインとかもって。それは違う。あ、いや、いいよいいよ。え、高いワインとかあるじゃん。それは違うと思う。まあ、いや、大丈夫大丈夫。それを機に高いワイン飲んでくれてる。マジで。もう全然何でも半額にしてる。優勝セールだ。マジで。全然。え、いつも、え、いつもでやるよ。まあ、あれ、6日とか、6だから6とか。あー、まあいつからやるからね。一応、まあ、今日が3日、まあ、水曜日だから、うん、まあ、まあ週末の方がいいだろうから、うん、5日とか、5日の金曜日から、うん、まあ、6日間とか、6日間、5、6、7、8、9、10、10日まで。でもいいじゃない、やばくない。だけどあれ、ペッコの6周年いつだっけ。11月の18。なんか中途半端じゃない、10日で終わっちゃうで、18からまたやる。あー、6周年の、そうじゃあ、うん、もういっそそこまでやる。17、18まで、17まで。18は、まあ、周年があるから、周年があるから17にしようか。17まで半額だよ。何日か。え、今日も、あ、今日は違うんだ。そうか、2週間ぐらい、2週間ぐらいポチャフロ見たって言ってくれた人が、まあ、何回来てくれてもいいです。え、マジで、マジで。来るたびにポチャフロ見ましたね。ドリンクね。もうおびん、まあ、重いんだろ、まあ、ドリンクね。そうそう、ドリンクだけね。だからアルコールも OK だし、まあ、いっぱい食べて、もちろん食べてももらいたいけど。いや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 、めちゃくちゃ嬉しく、もちろん食事付きで、まあまあまあ、食事付きで、食事も楽しんでもらいながら、
そう、まあ、でも優勝の余韻に浸ってもらうと、余韻に浸るために、まあ、ドリンクはじゃあ半額で、いいよ、やばい。いいっすか、言っちゃったから言っちゃったね。じゃあよろしくお願いします。もう、はい、あじゃあということで、ポチャフロを見たって言ってくれた方ですね、はい、金曜日、5日の金曜日から17日の水曜かな、はい、17日までちょっと17日の17日まで、はい、ドリンク半額です。やりましたということで、ポチャフロ以上となります。大野さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。